知らないです。こんばんは、ツナモンです。夜遅くの出発のため小声で失礼します。おはようございます。今21時以降も空いてる牛タン屋を探してもらっています。ずんだ小道でずんだシェイクを飲みに来たのだ。迷わず2軒行くのだ。つまり2杯飲むのだ。ごちそうさまでした。観光は秋保温泉と決めていたのだ。仙台市街からバス1本、気軽にアクセスできる温泉郷に惹かれたのだ。選んだのは花の湯さん。900円で館内3カ所の温泉に入れるので選んだのだ。廊下がおしゃれなのだ。帰りのバスまで散策するのだ。これは来来橋の覗き橋と読むみたいなのだ。続いてやってきたのが秋湯里センターなのだ。
府2時間前には着きたいので名残惜しいけど仙台駅に戻るのだ。指定席を押さえてあるのだ。
は停止のところに設置しております日本テーションの燃えるのに可能性する割り出し撤去ごとのゴミの分別にご協力をお願いいたします。牛タン屋に行くのだ。牛タン界の爽やかこと、タン屋善次郎にやってきたのだ。本当はもっとゆっくりして行きたかったけど、今日は船内に泊まらないのだ。終電を逃したら野宿確定なのだ。急いで仙台駅に戻るのだ。終電には間に合いそうなのだ。
シートで1時間20分の乗車は答えたのだ。日付は変わったので小声で失礼します。試合も勝ったし大満足の一日でした。それではおやすみなさい。おはようございます。せっかくだから南相馬も観光したいところだけど、1時間後の特急に乗るので観光はまたの機会に、なのだ。ということで仙台遠征の動画はここまで。試合も勝ったし最高の遠征になりました。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。未来風がそっと濡れた頬を拭えば、辛い過去もきっと吹き飛ばしていく。 I just keep dreaming, dreaming, dreaming 太陽話を聞かせて、鈍い呼吸が覚めた目ないと